カワポンです。2024年度、立教大学の穴場を探れシリーズです。池袋キャンパス編になります。池袋キャンパスの文系の学部で、河合塾の偏差値が一番低いのが、57.5 となります。すべて弁学部に該当します。キリスト教学科、ドイツ文学専修、フランス文学専修、となります。偏差値的には、この3つが、一番狙い目ということになります。次に、3年間の倍率を見てみましょう。文学部では、一般選抜の5回の日程から自由に選択できる方式の他に、文学部の独自日程の入試もあります。今回は、5回自由選択日程の方式の倍率になります。倍率は、ご覧の通りになります。3年間の平均倍率を出してみました。その結果、フランス文学専修の平均倍率が 3.7 倍と一番低くなっていました。よって、偏差値、倍率の観点からは、穴場はフランス文学専修と言えるでしょう。しかも、フランス文学専修の2023年度の倍率は 4.4 倍と、2022年度と比較して、急上昇しています。学年減少が発生すれば、倍率が下がる可能性があると思います。参考にしてください。ありがとうございました。